英語勉強中の方とか、あとは海外ドラマ大好きっていう方はぜひ見てください。Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi guys, it's Elina. 皆さんこんにちは、エリナです。今日はですね、私のおすすめの英語のドラマをご紹介したいと思います。ほぼほぼアメリカのドラマなんですけど、まあ英語勉強中の方とか、あとは海外ドラマ大好きっていう方はぜひ見てください。で、私はですね、小さい時からフルハウスとかがすごく好きで、小中学生、多分小中学生の時はもうハンナ・モンタナ、マイリー・サイラスのハンナ・モンタナが本当に大好きで、DVD とかめちゃめちゃ買ってて、そもそも日本のドラマも海外のドラマも本当に好きです。もう暇さえあればずっと家でひたすらドラマを見ちゃうようなタイプで、どちらかというと映画っていうよりもなんかドラマの方がなんかこうお話が長くて、で映画だとまあ2時間とかこうまとめてみると思うんですけど、ドラマってこう1回1回1時間ぐらいになっているので、なんか私は個人的にドラマの方が好きです。で、まあ小さい時から結構その海外ドラマが好きなんですけど、で今日はですね、今まで私がいろいろ見てきたドラマの中でこれ面白かったなっていうのをちょっとピックアップしてみたので紹介したいと思います。ちょっと長いんですけど、まあお付き合いください。はい、じゃあちょっと今までいろいろ見てきたドラマを、まあ面白かったのをまとめてみたので、ちょっと携帯を見ながら喋りたいと思います。で、私が多分今まで見てきたドラマの中で本当に一番好きでめちゃめちゃ見たのは The O.C. っていうドラマです。これは本当にみんなに、高校生ぐらいの時にめちゃめちゃ見てたんですけど、もう超みんなに、友達に O.C. めっちゃいいみたいな感じですごい勧めてて、DVD ボックスを全部、確かシーズン4まであるんですけど、 DVD ボックスを全部買いました。で、お父さんとかもめっちゃ見てて、本当に DOC めっちゃ好きでした。まあ何が好きだったかっていうと、まあちょっと高校生の時だったので若かったっていうのはあるんですけれども、まあちょうどね、そのオレンジカウンティーっていうアメリカの西海岸の方のカリフォルニアのオレンジカウンティーの話なんですけど、そこの超高級住宅街に住んでる高校生の話です。高校生たちの話です。で、まあ中にはまあいろいろそのね、アメリカらしい高校生のなんかこうライフがあって、すごく有名な出ている俳優でいうとミーシャ・バートン、ちょっと最近はあんまり出てないですけど、もうその時はすごく可愛かったし、まあ、ミーシャ・バートンとか、あとは最近はゴッサムに出てるベン・マッケンジーっていう人も出てますし、あとはゴシップ・ガールのレイトン・ミスターと結婚したアダム・ブローディも出てます。本当にね、すごい豪華キャストで、しかももうなんか結構2003年からやってたドラマで結構古いので、まあ、ちょっと時代もねだいぶ変わってるんですけど、私が高校生の時はああこんな高校生ライフがあったらいいなとか思いながらなんかずっと見てました。本当に高校生の時は毎日学校から帰ってツタヤに行って新しいこうドラマを借りて家で見て、そうですね、全部見たんですけど、ちょっと物足りずアマゾンで全部 DVD ボックスを注文してまた何回も見てました。はい、なので皆さんもちょっとぜひ DOC 見てください。ちょっとね、時代は古いかもしれないんですけど、多分私世代だったらすごく楽しめると思います。はい、2つ目はゴシップガールです。ゴシップガールはもうとにかく華やか、めちゃめちゃ華やかで、しかもまあそのゴシップガールを見始めたのも高校生ぐらいで、もうその時はブレアかセリーナどっち派かっていうのとか、あとはその男の人が誰がいいかとか、
なんかそういうのばっかりいつも話してました。もうね超好きだった。なんかあの華やかな世界観といい、なんかファッションとか、あとニューヨークのその都会感とか、もうめちゃめちゃ好きでした。まあ高校生活で、その高校生の時見てたので、ドラマの中の高校生活にすごい憧れて、すごいいいなって思ってました、いつも。はい、じゃあ3つ目はヴァンパイアダイアリーズですね。ヴァンパイアダイアリーズです。私はヴァンパイアダイアリーズの女優さんのニーナ・ドブレフっていう女優さんがすごく好きで、その人がこう最初にヴァンパイアダイアリーズを見た時からすっごい可愛いなと思って、めちゃめちゃ好き でしかもそのヴァンパイアのなんかこうヴァンパイア役の人も結構、かっこよくて、ちょっとハンサムな感じで、でさらにまあヴァンパイアで、私今までヴァンパイアのお話ってあんまり見たことなかったんですけど、それを見始めてこうヴァンパイアだったり、なんかウェアウォルフ、狼人間だったり、そういうのがこうすごく、ウィッチとか魔女とかすごいいろんな人が出てくるので、結構覚えるのが大変でしたね、そのシステムを。ただ私はトワイライトよりはヴァンパイアダイアリーズの方がめちゃめちゃ好きでした。うん、とにかくまあヴァンパイアでありながらも、なんか高校とかに行ってる話なので、ラブもあり、なんかそういういろいろなごたごたもありっていう感じで、結構面白かったです。はい、ヴァンパイアダイアリーズは確かシーズン6ぐらいまであって、スピンオフドラマで The Originals っていう、そのね、まあ見てる方はわかると思うんですけど、スピンオフドラマもあるんですけど、まあ私はオリジナルズ、The Originals も見てるんですけど、個人的に途中で私のすごい好きだった女優さんが降板しちゃったので、そこから先はちょっとなんかモチベーションがなくなっちゃったんですけど、しかもシーズン6ぐらいまであって、めちゃめちゃ長いので、ちょっと根気がいると思うんですけど、最初のシーズンの方はすごく面白いと思います。ただね、こうアメリカのドラマって何があれかっていうと、ちょっと話が本当に長いんですね。シーズン6ぐらいあるのは普通だし、日本のドラマみたいにだいたい10話とかじゃなくて、1シーズンが16とか20とかこうエピソードがあるので、結構その根気がいるかなと思います。ただまあ1回が45分から1時間とかなので、こうどん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 見ちゃって、勉強とか手につかないっていうちょっとデメリットもあります。じゃあ次はですね、 Pretty Little Liars っていうドラマです。これもしかしたら見たことある方多いかもしれないんですけど、サスペンスドラマで、可愛い女の子たちが出てくるんですけれども、それも高校の話で、なんか友達が死んじゃって、それを殺したのは誰だみたいなところから話が始まって、どん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 エピソードとかシーズンが増えることにいろんなキャストが出てきて、もうすっごい話が広がって、最終的になんかこうシーズンが1終わりました、で2に入るまでに結構忘れちゃうことが多くて、私はなので最後の方はなんかもうなんかこう自分の知識だけでは追いつかず、なんかこうネットとかでこの人誰だっけみたいな感じで調べながら見るっていう感じだったんですけど、これもねすごく面白かったです。私基本的に結構推理系の本とかドラマとかすごく好きなので、これは結構面白かったなと思います。でなおかつちょっとファッションとかね、そういう若い女の子たちのなんだろう、ファッションとか、あとその子たちの成長とかもすごく見てて面白かったなと思います。はい、で次からなんですけど、今からはちょっと Netflix の、オリジナルのドラマをちょっとお話ししようかなと思います。はい、一つ目はですね、多分 Netflix を登録した方は絶対知ってるんじゃないかなと思うんですけど、 Riverdale がすごく好きです。 Riverdale ですね。はい、リバーデイルはなんで好きかっていうと、まずコール・スプラウスがすごくかっこいいそしてリリー・ラインハートそうですね、ベティ役の女の子もすごくかわいいし、あとはなんだろう、ファッションとかも現代っていうよりちょっと昔の舞台がちょっと
90年代か80年代ぐらいの舞台がこうテーマになっているので、なんかこうセットとかもすごくなんかちょっとだけ古い感じで可愛いし、ファッションとかもね現代とちょっと違ってすごく可愛いなと思います。あとは話もちょっとサスペンス系ですごく面白いし、あのラブとかそういうのもあってこう飽きないんですけど、ただただ最近ちょっとそのシーズンがどんどん長くなってこうちょっと完結したかなって思いきやまた全然違う話が始まったりしたので、なんかちょっとその部分には若干不満はありつつも、でもなんかなんだかんだで新しいシーズンが出たら絶対見ちゃいます。はい、じゃあ次はですね、結構そのイギリスとかでなんか流行ってたりとかする Stranger Things っていう Stranger Things っていうドラマです。あ、これはちょっと SF みたいな感じではあると思うんですけど、これもリバデルみたいな感じでちょっと古いテイスト のドラマで、もうセットもすごくなんかレトロな感じで可愛いし、服とかもレトロな感じなんですけど、ちょっとモンスターとか出てきたりするのでちょっとハラハラドキドキ系かなっていうふうに思います。まあ、ちょうどシーズン3が終わっちゃって、次はシーズン4になると思うんですけど、まあそれはいつ出てくるか分かんないのでちょっと待ちたいと思います。はい、次はですね13 Reasons Why、これは結構知ってる人が多いんじゃないかなと思うんですけど、セレナ・ゴメスが監督してる作品だっていうのでも結構話題だと思うんですけど、現代の若い人たち その自殺だったりとかいじめだったりとかってことがテーマになっているドラマです。で、高校生 そのある女の子が一人が自殺しちゃって、その子がカセットテープを残して、なんか私がなぜなんか自殺しなきゃいけないのかっていうのをいろいろ話してるんですけれども、なんだろう、その私が高校生だった時とかってまだそんなに SNS とかもそこまで流行ってなかったし、なんか今とは若干違 う世代ではあるんですけれども、なんかこうなんかそのドラマを見ることによってこういうことが起きているんだとか、こういうふうに人は思っているんだとか、こういう風にしなきゃいけないんだっていうのが分かるので、すごくなんか見てて勉強にもなるし、普通に話自体はなんかなんでだろうなんでだろうっていうちょっとハラハラドキドキもありっていう感じで、ちょっと重めですけど、私は人間の心理とかそういうのがテーマになったドラマとか映画が結構好きで、重たいドラマと映画が好きなのですごく面白いなと思います。で、次はちょっとネットフリックス系じゃないんですけど、私のおすすめのドラマは Game of Thrones。 いや、これはね安定ですよね。最初はぶっちゃけなんでしょう、最初に見た時私は結構その血とかプシャーみたいなのがあんまり得意じゃなかったんですけど、結局見始めたら止まらなくなっちゃって、なんか結構その、グロテスクなシーンとかもあるんですけど、話自体がすごく気になっちゃって、なんか新しいエピソードが出たら見て、新しいエピソードが出たら見てみたいな感じで、今年ちょうどその新しいシーズンが出てもうそれで完結したんですけれども、もう最後めちゃくちゃ、最後というか、まあ途中すごく面白かったなと思います。ぶっちゃけ自分の感想では若干最後がんっていう感じだったんですけど、まあまあまあ、それ全体としてはすごく面白かったなと思います。で、まあ結構その首をね、結構その昔の話なので、殺し方とかもちょっとグロテスクだったりとか、あとその首をねパーンってやって首がなんか飛んでいくみたいな、そういうシーンとかもあって、もう首ちょんぱとか言って家で呼んでるんですけど、まあ私はこれはセットだセットだって思いながら見てます。本当に海外に行くとゲームオブスローンズは大体みんなめちゃめちゃ見てるし、なんかゲームオブスローンズの話は結構よくネタとかで出てくるのでおすすめです。それで次の動画はですね、You 君がすべてっていう、
あのゴシップガールのダン・ハンフリーの役をやっていたペン・バッチリーっていう人が出てるんですけれども、あのこの男の人がねめちゃめちゃサイコパスでやばいんですよ。ただまあ結構サスペンスなので一度見たら止まらなくなるっていう感じです。あとはネットフリックスで見れる作品だったらモダンファミリーとかもすごく面白いです。3つの家庭の話でをだいたい進んでいくんですけれども、ゲイの家族だったりとか、あのすごくちょっと年の離れた夫妻で、旦那さんがめちゃめちゃ年上で奥さんがめちゃめちゃ若いメキシコ系の人で、でなんか子供がいるとか、なんかそういう家庭とか、あとは普通に白人の家庭で、その家庭のなんかやり取りみたいなのがこうドラマになってるんですけど、1回が結構短くて30分ぐらいで、結構そのジョークとかがすごいいっぱい出てきて面白い感じなので、あのこれはジムとかで私はよく見てました。あとはちょっとその英語を勉強するためにこうドラマを見たいって、結構そのまだ高校生ぐらいの方はおすすめなのが、昔のドラマで言えばフルハウスで、まあ今ちょっとネットフリックスであるんですけど、そのフルハウスの新しいバージョンのフラーハウスっていうのもあります。同じキャストの人たちが出て、オルセン姉妹は出てないんですけど、同じキャストの人たちが出て、でその人たちの子供の話になってます。あとはビクトリアスとか、あとサーマンキャット、なんかその辺は私も高校生の時とか中学生の時に見ていた作品なので、なので結構その英語とかもそんなに難しくないし、なんか見ててすごく面白いのでおすすめかなと思います。だいたいディズニーチャンネルのドラマはね結構面白いので、あのおすすめです。結構その英語の勉強にもなります。はい、というわけで今日はダラダラと私の好きなあの海外ドラマについてちょっとお話ししてみました。もし皆さんの中でこのドラマ超おすすめだよっていうのがあれば、ぜひぜひ教えてください。あとはあの他にこういう動画も見てみたいなどのリクエストがあれば、ぜひコメント欄によろしくお願いします。はい、というわけでこの動画が良かったらぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。そしていつも通りインスタグラムとツイッターのフォローもよろしくお願いします。というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!